ガソリン価格が値上がりすれば、軽油の価格も高騰します。このため、軽油を燃料に走るローカル鉄道は、厳しい経営を強いられています。福山市の神鍋駅と岡山の総社駅を結ぶ茨鉄道です。岡山県を軸に、広島県や周辺企業などが出資して運営する鉄道で、1日およそ2500人が通勤・通学などに利用しています。この茨鉄道に原油高が大きな打撃を与えています。茨鉄道の車両はすべてディーゼル車で、軽油を燃料としています。年間で使用する量はおよそ50万リットル。公共交通機関のため一部税金が免除されていますが、少しでも安く調達しようと毎月仕入れ先を変えるなど努力しています。しかし今月は1リットルあたり84円と、4月と比較して8円値上がりしたといいます。節約はしておるんですけども、車両を動かすための軽油だけは削りようがありませんので、もう直接経営を直撃をしていると。来月の入札もすでに済ましておるんですけど、来月は90円台に入ってしまいまして、下手をすると100円台になるのではないかというような。信号や車両を整備するための電気代も高騰が続いています。さらに昨年度6000万円余りあった新型コロナに伴う補助金は今年度からなくなりました。茨鉄道は駅の命名権を販売するなど増収対策に取り組んでいますが、このままでは赤字になるといいます。列車を止めるというわけにはまいりませんし、なんとか政府の方のお力で、この高騰を食い止めてもらえればというのがもう正直な気持ちであります。企業努力だけでは厳しい状況の中、市民の足である鉄道を維持するために一刻も早い政府の対応が求められています。